心屋の寝落ちラジオへようこそ。この動画は夜眠れない人が見ながら寝落ちできるように作ってみました。ラジオのようにちょっとただ雑談を淡々と語っていくような動画になってます。不眠に悩んでる人とか、ちょっと今日眠れそうにないな、明日嫌だななんて悩んでいる方はぜひ見ていってください。いや、夜眠れないのって本当に辛いですよね。ずっとうつ病とか精神疾患で不眠に悩んでる方々は毎日が戦いのようなのかなって思ってます。ではまずはじめにゆっくりと深呼吸をしてみましょう。で、このポイントとしては吸う呼吸より吐く呼吸を長くして呼吸をします。ではまず吸ってみましょう。ではゆっくり細く長く吐きます。こんな感じで吐く呼吸をゆっくり行うことで脈が少し落ち着いてリラックスする効果があります。ただちょっと注意していただきたいのは、吸う呼吸の方が長くなってしまうと逆にちょっとリラックスより体が活性化するような効果があるので、ちょっと逆効果になってしまうので注意してください。でもちょっと今日は頑張りたいななんてやる気を出したい時とかは、逆に吸う呼吸を長くしてゆっくり深呼吸するといいかもしれないですね。では今回はちょっと初めての寝落ちラジオなので、どんなこと話そうかななんて考えてたんですけど、ちょっとあんまり気難しい話をしてもちょっとあれかなと思ったんで、単純にちょっと私が好きなものについて語っていきたいと思ってます。そうですね、私の好きなものといえばいい香りがするものがすごい好きですね。例えば最近は紅茶が大好きですね。すごい無難なんですけどアールグレイの紅茶が大好きです。よく飲んでるのは何でしょう、箱が赤い枠で囲ってあるやつ、なんて言うんでしたっけね、ジャネットじゃなくて、あ、ジャンナッツかジャンナッツの紅茶アールグレイを飲んでますね。これすごい香りがすごく良くてすごい好きなんですよ、ね、味もすごくいいです、美味しいです。やっぱり体温めると代謝も上がっていいですしね。紅茶はすごく体にも心にもいいかなって思いますね。あと私が好きなものはですね、皆さんラッシュってご存知ですか？よくいろんな YouTuber さんが YouTube でバスボムをやってるやつです。バスボムとかのやつが、そうですね、ラッシュはイギリス発祥の会社らしいんですけど、
スキンケアのブランドですね。新鮮な野菜とか果物を使って作られてる石鹸とか洗顔とか、そんな商品を扱ってるお店ですね。もう私ラッシュはかれこれ9年ぐらい使ってるのかな。ずっと使ってます。特に私はラッシュの洗顔を一番使ってますね。今使ってるのは毎日が晩餐っていう甘い香りのする黄色い洗顔なんですけど、なんかトウモロコシを元に作ってる洗顔らしいです。すごく肌がしっとりする洗顔です。なんかその香りはちょっと甘いのはどちらかというと私苦手なんですけど、この洗顔はすごく肌に合うので今使ってますね。この甘い香りも結構毎日ごはんさんの香りは結構好きなんですけど、そうですね、私結構肌が敏感、肌なんですかね、結構弱い方で、薬局とかに売ってる、普通の市販の洗顔だと私結構肌が赤くヒリヒリしちゃったりして荒れちゃうんですよ。ちょっと合わないんですよ。でラッシュの洗顔に出会ってからすごく相性が良くて、ラッシュはやっぱりほとんど無添加で作ってるみたいなんで、すごくなんかやっぱり肌に優しいらしいんですよね。敏感肌の人にはおすすめだと思います。で、この毎日がバンさんは結構洗顔の中で一番しっとりするやつかななんですよ。で、今真冬なのでもうすごく肌乾燥するので、この毎日がバンさんを使っていますが、もう一個おすすめの洗顔があって、天使の優しさっていう洗顔なんですけど、これはラベンダーを元にして作ってるんですかね。主にはいろんな多分ハーブとか入ってるんですけど、すごいいい香りで本当にお風呂に入ってる時リラックスできるんですよね。ラッシュの洗顔使い方はなんか洗顔というよりちょっと泥パックみたいな感じなんですよね。少しひとつまみして手のひらにのせて、でそこにちょろっとお湯をかけて、でちょっとこねこね泥をこねるような感じでこねて、サラサラすぎるとちょっと良くなくて、ちょっと本当泥遊びしている時の泥みたいな感じになったら、ちょっと肌に塗ってマッサージして、なんかちょっと軽く揉み込むような感じで使うとすごくいいですね。で少しちょっと肌に置いといて、ちょっと時間が経った後に流すと、もうすごい肌がすべすべもちもちの肌になってます。そうですね、毎日が晩餐はすごくしっとりで、天使の優しさはちょっとしっとりさは毎日が晩餐よりは下がるんですけど、こっちでも十分すごいしっとりします。天使の優しさは
どちらかというとちょっと肌のキメを整えるような感じですかね。ここ動画でラッシュのちょっと紹介じゃないですけど、そんな動画も上げていけたらななんて考えてます。結構なんか見てても癒される、やっぱ食べ物から作っている洗顔なんで、なんか見ても癒されるし、香りもすごく癒されるし、で肌にもいいし、とにかく大好きなので、今度ちょっと紹介できたらなって思ってます。あとそうですね、私が好きなものはとにかく音楽が大好きです。一番歌うことが好きですね。すごい恐縮なんですけど、このチャンネルで使ってる音楽は全部自分で曲は作っています。大した曲じゃないんですけど、今後もちょっと頑張って曲を作っていって、皆さんが癒されるような曲が作れればなーなんて、ちょっと心が動かされるような曲がいつか作れたらなーなんて考えてます。曲作るよりもまあ歌うことの方が一番好きなんですけど、ちょっと若い時コーラスやってて、それがきっかけですかね。まあ、結構最近はコロナのせいであんまりカラオケは行けないんですけど、でも行ける時は丸一日歌ってるぐらいずっと歌ってますやっぱすごい声出すってストレス発散になりますよね。でもやっぱ最近は外出が制限されてるのでストレス溜まってる方はすごく多いと思いますね。やっぱりこのコロナ禍の中でなかなかストレスうまく発散しようにもできないですよね。今後動画で歌を歌ってる動画とかもできれば出していきたいかななんて思ってます。いつかちょっと自分で作った曲を歌ってる動画とかも出したいですね。そうですね、あと私が好きなことといえば、食べること大好きですね。すっごい大食いなんですよ私。最近は外食がねできないので、美味しいもの食べたいんですけどね、ちょっと家の中で工夫するしかないですよね。私お酒も大好きなんで、もうずっと家で宅飲み状態ですよねご飯はもうどうしようもないので、ずっと前から使ってるクックパッドですね。もうあれは神アプリですよね。私プレミアム会員になってて課金してやってるんですけど、プレミアム会員じゃないとその殿堂入りしたメニューレシピ、あのプレミアムレシピですねが見れないんですよ。あれがいいんですよね。すごいなんだろう、安い素材を使って美味しいものができるようなレシピがいっぱい載ってるんで、本当におすすめですね。
今後動画の中でちょっと食欲が湧くような料理を作る動画とかも作っていけたい、いきたいなって考えてますね。私クックパッドでお気に入りのレシピが、普通なんですけど、ピーマンの肉詰めが好きなんですよ。なんかレシピのタレの作り方がすごい、タレが美味しくてちょっと甘めにするんですけど、あれはもう何回も作ってますね。ひき肉とピーマンと玉ねぎで作れるし、すごいコスパがいいというか、そう、クックパッドはコスパがいいメニューがすごい多いんですよ。安い材料ですごいいいものが作れるっていうかね。今後ちょっと動画で作っていけたらなって考えてます。あとはお酒ですね。こう食卓に欠かせないのがお酒です。結構強い方なんじゃないかなと思うんですけど、好きなのは日本酒とかワインとか赤ワインも白ワインも大好きです。最初は苦手だったんですけど、飲むにつれて逆に甘いワインがダメになりました。たまにあるじゃないですか、ちょっとジュースみたいな赤ワインみたいな、そういうのがちょっとダメになっちゃいました。辛口じゃないとワインじゃないみたいな。まあね、飲みすぎは非常によろしくないので、飲みすぎないようには気をつけないとです ね。アルコールがね結構カロリーが高いんでね、あまり体には良くないので、まあほどほどに一番ですね。でも結構お酒ってやっぱり飲むとストレス発散の効果もあるんですよ。ちょっとやっぱ酔っ払うとふわーってなるじゃないですか。それで結構やっぱりリラックス効果があってストレス発散になるわけですね。ただやっぱり一番いけないのは飲みすぎですね。このアルコールを飲まないとストレス発散できないっていうような体になってしまうと、もう本当にアルコール中毒とか依存症になってしまうので、そこは本当にやめた方がいいですね。そうですね、あと何喋ろう。好きなお酒といったら日本酒で言うと獺祭が大好きです。あれね、高いですけどね、やっぱ高いだけありますよね。ちょっと飲みやすくて水みたいに飲めちゃう。そうですね、ちょっと今回は初めての寝落ちラジオなので、この辺で終わりにしようかなって思います。もしちょっと好評だったら今後はちょっと長めにやっていこうかなって思ってます。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。